んこんにちは。はじめまして、工藤さくらです。今日は初めて音声メッセージを配信しています。私はうつ病と一緒に生きています。うつ病は治るのかという疑問をやはり長く治らない状態が続くとそういう疑問が湧いてきてしまうと思うんですね。で、その疑問に私なりに答えた、本を出版しました。 Kindle 書籍として、出版したんですけれども、でそれ の, ご紹介も兼ねて、はい、メッセージをしています。うつ病の前の状態にすっかり戻るっていうわけではない場合が多いかもしれません。でもうつ病ってなんか人生の断捨離みたいなものだなって思っています。本当は自分はやりたくないのにやっていることとか、それから付き合っていた人たち、働いていた場所、そういうものからちょっと強制的に切り離されてしまうんですけれども、心に正直にならないとうつ病って治らないんですね。で、自分が本当にやりたいこと以外やらないようにしないと治らなくて、こう余計なもの、自分からはなかなか捨てられなかったものを捨ててくれる、切ってくれる、それがうつ病だと私は思っています。ですので断捨離をするとのものがなくなってしまうだけではなくって、空間ができます。新しい可能性に満ちた空間ができます。そこから始まるものっていうのは本当に自分らしく作っていけるもの、つながっていける人たち、やっていける仕事、それを実際に体験して、私は今心は本当に幸せです。満たされています。今お話ししたこととは違う、実際私がどういうふうに、つ病になって、そしてここまで来たかっていうことを本に書きましたので、もしよかったら読んでみてください。